どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。藤井風さんのお話をね、 YouTube でこうやってお話しさせていただいているんですが、藤井風さん、皆さんご存知だとは思いますが、ただいまアジアツアーで、ね、真っ最中ってことで、アジアツアー始まってから、ちょっとね僕情報が、あまり、入ってきておりません。なかなかあの風さんの、ね、情報をゲットする時間もなく、風さんの、ライブの、ね、映像、いろんな方が発信してくれてるんで、まあね、皆さん見てると思うんですが、ちょっと僕正直ね、正直言いますとあんまり、ちゃんと見れておりません。ただね、まあ、今からお話するんですが、カーズマネージャーのアジアツアーに関する、ね、あのブログがね、ちょこちょこっと上がっていますよね。上げていただいてるんで、それを見ながら、なるほどと、いろいろね、まあ、国内での、ね、活動とまたちょっといろんな違う、ね、勝手が違ったりとか、パスポートが必要な、ね、場所に、行くわけなんで、まあ、いろいろね、まあ、大変なことがあるんだなってことをね、見ているんですが、アジアツアー7日目ってところでね、コンサートプロモーターね、選定から始まりましたみたいなことも書いてます。やっぱね、ほんといろいろね、風チームね、いろいろこういろんな、いつもないことがね、起こったりもしてると思うんですね。まあこちょっとね、この文章がいいなと思ったんですが、アジアツアー始まってここまで、ね、ソウル、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、上海と回ってきましたが、どのエリアでも好きという原動力というかパワーに驚かされることが多々ありますと。東南アジアシリーズでは、風の日本語歌詞の意味を知りたい、一緒に歌いたいという気持ちがとても強く感じられました。そして昨日の上海初日では、風のことが好きなんだけど、プラスね、日本のカルチャーも好きだから、ライブ、ドラマ、アニメ見るのも、翻訳なしで直接日本語で理解したいから日本語を勉強したっていう、ね、方が結構いらっしゃったっていうね、かっこ私調べって書いてあるんですが、そうですよね、大好きな人、大好きな海外アーティストなんかいると、まあもちろん、ね、意味も知りたいんですよ。パッとね、訳したものをまず見ちゃうんだけど、単語ね、この単語、この歌詞、このセリフ、日本語でなんていうのかな。僕のか、例えば僕も K-POP のね、アイドル TWICE とか好きですけど、このまあここの部分ね、これ なんて言ってるのかな、意味は分かった、これなんていう言葉、どういう言葉なのかな、直接ね、その向こうの言葉で覚えたいっていうのね、なんか気持ちがすごく分かる。ドラマ、アニメもそうですね。僕ドラマとかはね、あまり見ないけど、こうやって風さんのことも好きだけど、日本も好き、日本語もね一緒に学べるっていう、このその感じ、すごく嬉しいですよね。みんなこうやってアジア諸国ね、すごくみんなで若者を中心に、アーティストを中心にね、こうやってみんなでこう大きなね、すごく穏やかな平和な、カルチャーのね、この行き来がねあると、すごく本当にほっこりといいなと思いますね。こういう海外ツアーならではのこのエピソードね、本当に藤井風さん素晴らしいね、ライブされてるんだなってことを、感じました。僕なんかがね、偉そうにね、偉そうに、ね、言う話じゃないんですがね、まあいろいろね、まあアジアツアー8日目、風さんがどうやら飛行機の中で楽器もなくね、なしに曲を作っていた。ちらっと見たら、造形文字のような、ズッツさんから見て なんだろうって思うような、造形文字のようなよくわからない記号を書いていた。どうやら曲を作っていたみたいなんだけど、そう、あの記号はわしにしかわからないと思うと言っていましたと。作ってるんですね。きっとこのツアーが終わってから、まあきっとというか、まあほぼ間違いなくね、こう動きがあるんでしょう。新しい曲が発表ねされるんじゃないかなって思います。これ本当に本当に楽しみですね。まあ、不思議な人ですね。はい。それが9日目、アジアツアー9日目、時差の話がねありました。日本と若干の時差があります。ソウルはね時差ないんですね。まあ後の国はプラス1時間マイナス2時間マイナス1時間ねあります。
なんか日本とうまくね連絡が取れない日もあったりも、したりねします。それからちょっと印象的だったのがライブ開演の時間ね、だいたい日本ではそうね、17時とか18時開演というのが多いと思うんですが、向こうの、ね、アジア諸国、20時開演っていうね遅めのスタートの、開演時間っていうのが非常に多かった。全部終わって帰ってきたらだいたい24時ぐらいになってしまってて、まあね、しんどいですよね。お疲れ様ですって本当にそんな感じなんですが、台湾の台北か、台北なんか18時開演ね、すごく嬉しいと書いておりました。ずっとさんね、僕同世代なんで、ね、お気持ちは分かりますね。帰る時間が遅くなると結構しんどいですね。若い時はね全然ね平気だったんですが、はい、各地でね、お姉さんが美容師の時に使われてた黒いタオルかな、黒いタオル縫い合わせてね、こうペロンとストールのようにね、お母さんがね、お母様が、風邪ってね刺繍してあるタオルをね使ってる、これもほんとね、ちゃんと洗ってるのかなって心配になるんですが、ね、大きなお世話ですが、いいですね。こういうのもね、なんかどっかのブランドのねストールを巻いてるんじゃないんですよ。美容室で使っていた黒いタオルを縫い合わせてます。こういうところがねまた胸にキュンときちゃう女性も多いんじゃないかなと思います。すいません、ちょっとね、すいません、外で雷が鳴ってますが、ちょっとね、気にしないでください。すいません。まあ、さっきもちょっと出てきたんですが、風さん海外ツアーアジア諸国を今回ってるんですが、まあ、さっきもね言ってましたが、文化、日本の文化、韓国の文化、ジャカルタの文化、クアラルンプールの文化、ね、上海、台北、香港、ね、皆さん文化がありますよね。アジアの国なんでなんとなく似てる部分もありますが、まあ歴史を遡るとね、まあ、全然違う部分もあったりもしますよね。僕実はね、ちょっとこのね僕の動画いつも見てくださってることは知ってると思うんですが、さっきもちょろっと、ね、出ましたけど TWICE、韓国の、ね、トップアイドルですよね。今も全米ツアーとか世界ツアー回ってるねぐらいのすごい、大人気なんですが、オーディションのね時の映像から僕見ていて、日本人が3人いたんですね。頑張ってほしいな、ね、頑張ってほしい、本当ね、見る見るうちにビッグになって3人でね、ミサモっていうねユニット組んで日本でショーケース、まあね、アルバムが出るんでお披露目会みたいな、まあ、ライブですよね、いわゆるねちっちゃいミニライブみたいなのを、東京大阪でね今開催中なんですが、その大阪公演のね一つのね公演のチケットがまあ奇跡的に当たりまして、この間ね大阪まで行ってきました。まあ、一人なんでね、まあ、ちょっと緊張するんですが、やっぱねずっと昔から見てたんで、もうね本当ね年もちょっとね離れてる人たちなんで、もう本当お兄ちゃんとか親目線で、いや本当にね大きくなってすごいな、ビッグになってね、もう初めて僕生でね彼女たちを見ましたけども、本当にね、いやーやっぱオーラがすごいですよ。今ね、コール&レスポンスがフリーになってますよね。ここ3年ぐらいずっとねパチパチパチのライブだったんです。風さんのライブね、僕も全部4回行ってますが、全部パチパチパチね、まあ彼ピアノとか弾くからピアノのライブね、みんなシーンとした中で聴くのすごくね、まあ、あれはあれですごくね良かったんですが、ギヤーとかね、フーとかね、もうね、フーがうまく出ないんですよ。もうね、おじさんなんで、フーって言おうとしても声がかすれて、若い子はね、フーって言えるんですけど、フーのね、声がなかなか出なくて、もう今回僕ね、本当に、わー、本当にビッグになったな、すごいなって取り上げ立ちながら、こうね、時にね、目頭熱くなりながら、もうおっさんなんでね。まあでも、おじさんもいました、いっぱい。僕みたいに一人で来てるおじさんたちも、ね、たくさんいたんですが、まあ、本当にね、生で見れて本当に良かった、感動しました。本当ね、まあ TWICE のねミサも3人のねユニットに関しては逆輸入みたいな感じですが、風さんもまさにね岡山発信で YouTube ねネイティブ YouTuber ね、そこからスタートしてね、たくさんのファンで、ね、世界中にねいる
そんな状態でアジアのツアー回ってる彼さんのね歌を直接日本語で覚えたいみたいなね熱いファンがどんどん増えて、本当にあの伸び伸びとねしてませんか、気のせいですかね、なんか日本でやってる時よりも、まあ黄色い線ね今ね浴びてしっかりね自分を感じて、あの本当に伸び伸びね楽しそうにねえいって感じで、あの本当にね伸び伸びやってる風さんらしくね、どん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 ねどんどんやってほしいなって、思います。本当にあの見てて、嬉しいです。そのアジアツアーのね映像僕もちょっと正直ねあんまちゃんと見れてないんですが、まあその後もね、リリースなんかも、楽しみですし、遠くからね、密かにこっそりと、日々、応援しているわけでございます。ちょっと話はね変わるんですが、せっかくねその大阪のチケットが当たったんで、京都の、京都全部回るの大変なんですが、まあ、ちょっとずつね、ちょっとずつコンプリートしたいんですが、まあ、ちょっとどうしても行きたかったところ1日目ちょっと回って TWICE のライブに行って一泊してまたね次の日1日京都で、ちょっとやりたかったことやってきたんですが、1日目のねちょっと Vlog みたいな感じで何分間にまとめてますんで、このね動画1回切った後に最後に、Vlog がひっついてますんで、もし興味ある方はね興味ある方は見てください。興味ない方はここでさよならということで終わりたいなと思います。藤井海さんねアジアツアーもうね大成功ですね、たくさんのファンを、ハッピーにしています。本当素晴らしいね、素晴らしいです。本当日本の誇りだと思います。これからも応援していきたいなと思います。ということで最後ねよかったら Vlog 見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ミサモ TWICE の、日本人メンバーのミサモという、ね、ユニットの、公演が、あります。チケットはね本当に、奇跡的に当たりまして、今からね、大阪の方に向かいたいと思います。せっかくね大阪に行くんで、今ねちょっとこれ朝、朝早い時間なんですが、朝一の新幹線に乗って、京都で遊んでからミサモのライブ、そして翌日も、京都のね名所、ちょっとどうしても行きたかったところね、せっかくなんで行っていきたいなと思います。本当ね感謝です。本当にチケットが当たったこと奇跡ですね。本当に感謝。それから京都ね遊びに行けるということでね一番贅沢な一人旅、またね今回もやっていきたいなと思います。またあの動画ね、京都の様子なんかも、また動画に上げていきますね。よかったら見てくださいということで行ってきます。
you